政府が経済とコロナ対策の両立を目指し、ワクチン接種を受けた人にイベントの割引などを適用するワクワクイベントという事業を検討していることが分かりました。複数の政府関係者によりますと、岸田総理は明日午後、新たな経済対策やコロナ対策を表明する方向で調整しています。 この中で、ワクチンの3回目接種が済んだ人を対象に、コンサートやスポーツ観戦などのイベントに割引を適用する事業を検討しているということです。GoTo イベントから名称を改め、ワクチンの枠とかけてワクワクイベントとする方向で、今月から始まった地域ブロック単位の旅行割引とともに、接種の促進と経済対策を結びつける狙いです。